おはようございます。茂木耕作海空研究所長で、今日は令和6年4月6日です。中村修平走りの学校公認インストラクター爆誕おめでとうございます。いや素晴らしい素晴らしい、いやおめでとうございます。本当に待ちに待った中村修平の公認インストラクター爆誕ね、待ちに待った。誰が待っていたのかっていうと、僕はずっと待ってた、周平さん自身も待ってたんじゃないですか。自分がね、いよいよ行くぞってなるのをね。でなんかそのもうちょい前からね、レベル5の、資格自体は取ってたから、公認を取るか取らないかっていうねタイミングを見てらっしゃったと思うんですけど、まあ練習会開くとか、実際にね、そういうことができるような、タイミングになるまで、まあ自分なりに、なんか勇み足になっても、空回りしてももったいないから、いや、本当にいいタイミングな、じゃないかなと思いましたね。4月を区切りにして。いや、本当、去年は去年でさ、周平さん、こう、今年はね、走る学校のインストラクターレベル5を取るぞっていう目標と、ジムでトレーニング始めて、もうみるみるうちに体が絞られてってみたいな、ね、本当に1年やったらこう変わるのねっていうのをね、周平さんいつもこう有言実行っていうか、1年1年こう、もうなんていうかな、やっぱり、本当に自分のペースではあるけど、着実にね、一歩必ず進むっていうのを見せてくれてるじゃないですか。でそれがまた、こうちゃんとね、そういうのずっと今までね、僕らずっと一緒に見てきてるから、いや、このタイミングで晴れて公認インストラクターになりましたって、もう感慨深いよね。感慨深い。いや、おめでとうございます、本当に。お誕生日おめでとうっていう感じだよね。爆弾ってなんで爆なんですか、あれは。ちょっとわかんない。何が爆してるん、爆発してる、爆発、ビッグバン的な感じなんですか、わかんないけど。いや、でも、嬉しいっすね。周平さんがね、晴れて、なんだろうな、ね、なんていうか、こう、公に、こう、胸張って飛び出していくっていう感じですよね。まあ、去年は去年でね、まあ、もう、サロンを大会されましたけど、中島明さんが公認インストラクターで、もう、ね、大会された後が主でしたけど、練習会をね、一生懸命頑張って、あちこち開いて、明スタイルっていうね、スタイル確立してさ、一年間頑張って、まあ、それ、大会した後のメンバーとはいえ、こう、なんか結構みんなでね、応援したりとか、ああいうことをできてる関係性っていうか、なんかそれが嬉しいっすよね。で、今度はね、ついにね、メンバーでいる間に、ちゃんと公認で、まあいよいよ本当に久しぶりじゃないですか、こういうのでさ。いや、どうする？作戦会議やろうぜみたいな感じっていうか。いや、どんな練習会で、何人集まるのをね、目標にして、みんなで一緒にこういう風になんか、呼びかけたらこれぐらいの人来るんじゃないのかな。いや、あれだけね、呼びかけたけど、なかなかうまくいかなかったかとか、うまくいって、行ったら行ったで、今度はもっとこういう風にしようかとかっていう、なんかね、その工夫自体が僕すっごい面白い研究だと思うんですよね。それこそまあ簡単に言ったらね、集客っちゃ集客なんですけど、集客って呼んでもいいけどさ、なんか僕はなんかその周平さんが伝えたいことを伝えるために練習会開くわけだし、単純に走る学校の、伝えようとするテクニックとか、マインドとか、それに共感もそうだけど、それプラス周平さんが、なんか分かってもらえたら嬉しいなって思うことがちゃんとあって、それってどういうふうに、こう、ね、訴
えるっていうか見せたら、アピールしたら、あ、それいいなっつって、なんていうかその練習会にね、あの、日と時間を合わせて5500円払って、あ、行きたいな、その時間を一緒に過ごしたいなって、ね、あの、思ってもらえるのかっていうのは、これ、まあ、やっぱりパッと考えても簡単なことじゃないですよね。あの、間違いなくこう、やれば実現すればさ、素晴らしい時間であることは僕らはもう知ってるんですけど、周平さんも確信してるし、まあ、僕らはね、サロンメンバーの僕らは、周平さんがそういうことやりたいと、ずっと1年間こういろいろ話してきて、こういう時間になれば絶対楽しいと思うし、そういう世界いいじゃないっていうのをずっと話してきたからさ、それはいい練習会になりそうですねって、みんな、このメンバー内では確信してるんだけど、まだ何も、ね、周平さんのことすら知らない。で、走りの学校っていう看板だけは、まあね、YouTube で見たりとか、和田校長のね、バイタリティがあるから、っていうので知るきっかけはあったかもしれんけど、っていうぐらいの人ですよね。要するに、どうやってね、来たいなって思ってもらえるかっていうのを伝えていく層っていうかさ。で、単純にこう、Facebook でアピールするとか、会場がここですっていうだけじゃ、やっぱり、そう簡単には来ないですよね。いや、難しそうだよ。なんかもう、ちょっと考えただけ、インスタでちょっと言っただけじゃ、やっぱり、なんていうか、5500円払おうとは、ならないよ、やっぱり。なかなかね。あの、だって他にも東京近辺、埼玉エリアって言ったら、埼玉エリアってやっぱり東京にも出れるし、あの、いや、意外とね、その、なんていうのかな、チョイスが割とあるから、で、走りの学校以外でもいいし、走りの学校だとしても、例えば、代々木の誠司さんのところに、あの、行ってもいいしって、いうところじゃないですか。で、だけど、やっぱり周平さんとこういう時間の方がいいんじゃないかなって思うから来るんだと思うんですよ。最終的にはね。来る人っていうのは。で、そういう風にするにはって考えたら、まあまあ難しいよね。難しいですよね。程よく難しくて、時がいがある話で。いや、これは研究と呼ぶに値するんじゃないですかね。いや、いい研究じゃないですか。で、なんだろうな。あの、溶けると、ね、正解がこれってなるような類の話じゃないけど、やっぱり積み重ねれば、あの、ちょっとずつ、なんか見えてくるっていうか、輪郭がはっきりしてきて、ああ、なんかこう、なんていうか、研究してる感っていうか。これ、実際やっぱり、去年ね、アキラさんとかが、こう、試行錯誤しながらさ、ちょっとずつ練習会繰り返して、で、一人も来なかった日もあるわけじゃないですか。で、アキラさんとかだとね、まだその、公認インストラクター成り立ての頃にさ、一人も来ないけど、とにかく、あの、練習会っていうのをこう、設定して、来なかったとしても自分はその会場に行ってとかさ、で、その会場に行った先で、あの、できることをやってとか、まあ本当に、あれも素晴らしい研究の背中というか、姿というか。で、アキラさんはアキラさんで、ああいう風にやったわけですよね。で、まあ今でも探求されてると思うんだけど、まあ全くその、周平さんが同じことをやるわけじゃないし、まあ周平さんは周平さんでさ、今朝もスタイフで話してましたけど、まあ、スタイフでこう話せば全然内容も違えば、ノリも違えば、あれ聞いてどう思うかは、全然こう、アキラさんと色違うでしょうし。で、これは本当に、なんていうかね、それを、その料理の素材としてそういうものをこう一つ一つ合わせて、どう混ぜて、どういうふうに味付けして、お出しすると、あ、これはうまいですねって、いう状態になっていくのかっていうレシピを作るような感じ、レシピ開発ですよね。うん。なんか、それはね、なんか本当に本人の、こう、いろんな裁量で、こう、やれることやって、自由にこう、小さく切ってみたり、大きく、
大きくやってみたり、いろいろね、やりようはもう無限にありますけど、いや、だってさ、もう2021年の1月16日、忘れもしないですけど、私の学校の練習会を、埼玉で、企画するときに、まあ、その、なんていうか、地元側の主催というか、まあ、そこをね、周平さんが最初ね、担当されて、まあ、その時は公認インストラクターではなくて、単純にこう、ね、走る学校の応援っていう形で主催して、で、あそこにはさ、もちろんそれは和田校長が講師として来るからっていうのもあるけど、でも今まで見たこ、和田校長をしてね、今まで見たこともないぐらい人が来たっていうぐらいのね。だからつまりポテンシャルは凄まじいってことですよ。だってあの時60人ぐらい来たからね。で、インストラクター養成講習だって20人近く来たんじゃないですか。で、そこに阿部友紀香さんも来てたっていうね。そっからもう3年以上経ってるわけですからね。3年の月日を経て、今度は自分が公認インストラクターになり、自分がインストラクターとして練習会を開催するっていうステージに来たわけじゃないですか。ポテンシャルがあることはもう分かってる。60人来る。最大60人来るっていうね。で、それに対して、まあ、まだやってないから0人なんだけどさ。まだやってないから0人だし、まあ、もしね、1回目やったとして1回目が何か分かりませんけど、そんなに、ね、いきなり簡単じゃないよねっていうところからスタートするわけでしょ。これは面白そうだよね。いやー、なんか、本当に、なんだろうな。何やったらね、いや、なんか、簡単にやったらハックできるみたいなことはさ、ないわけじゃん。もう、地道にやったとしても成果出ないかもしれないし。でも、ひょんなことでね、ものすごい、こう、爆発起きるかもしれないしさ。これは こんな面白いゲームあります？いや、ゲームって言ったらあれかもしれないけどさ いやー、応援しがいあるっていうかさ、いや、なんかその、筋書きのないドラマだからみんな野球好きじゃないですかっていうね、周さんはまあ、少年野球のコーチだからさ、野球で言いますけど、いや、なんかこう、ね、ずっと少年たちを見守って、指導して、ね、うまくいかないなとか、思ったように、なかなかうまくならないもんだなとか、でもひょんなことがきっかけでね、こう、きっかけつかんでうまくなって、打ちまくったりとか、全然できなかったところが取れるようになったりとか、投げれるようになったりとか、まあそういうのも無数に見てきてるわけじゃないですか。それをさ、なんか、知ってる周平さんだったら、まあね、だから子供たちがこうチャレンジして、できないことをできるようになっていくっていうステージにね、いるのを見守る側の立場だったのを、今度は自分がさ、そっちに行くわけですよ。子供たちと同じ、ね、ステージに立つようなもんじゃないですか。もうまるでどうなるかわかんない。筋書き全くないです。どんな未来にこうね、自分が上手くなれるのか、自分がどこまでできるのか、全くね、これやれば正解みたいなことは一つもない状態の中で飛び込んで、でも一生懸命やるみたいな気持ちだけがあってさ、そこからスタートするなんて、そうそうないじゃない、やっぱり、その 弱い40過ぎてそういう舞台に立つみたいなことって。これは燃えますよね。いや、その応援する側も、簡単にこう遠くから頑張れでは済まないよ。やっぱり熱くなっちゃうものがあるっていうかさ。いや、なんとかうまくいってほしいなって俺はね、こう思いますし。なんかその、シエさんがちょっとここ手貸してもらっていいですかっていうことがね、なんかあるんだったらもうそれは、はいかイエスしかないっていう、ナオ君と俺がいますから、ナオ君勝手に巻き込みました、今ね。しれっと巻き込みましたけど。まあ、これはね、少なくとも、この2人、関東近辺、ね、まあ、ゆかさんだってさ、場合によっては、応援に来てくれるかもしれないしさ。
あの別な形でね、あの、まあ、現地に行くだけの話じゃなくて別な形もあるかもしれないし、いや心の友の友人もついてますよとか言ったらさ、もう本当に楽しみだよね。なんだろうな、まあ周平さん個人のことでもあるんだけど、勝手にね、茂木耕作美空研究所の一大プロジェクト立ち上がりましたよっていう感じに俺の中ではもうなっちゃってますね。特になんていうか頼まれちゃいないんですけど頼まれちゃいないんですけど、で来週か走り幅跳び、マスターズ陸上10校ベスト更新プロジェクト、砂塚モニターだマスター陸上世界記録目指すよプロジェクト、森本茜、PTA 役員、あのシングルマザーでワンフルタイムワーマンまでもやっちまうよプロジェクトまあいろいろありますけどいやなんか楽しみですね。いろここへ来てこんなにたくさん研究所として、あプロジェクトやってますよって研究所って言うからにはね、なんかあってほしいのよ、そのこのプロジェクトやってますみたいなやつね、言えるものが増えてきて俺は嬉しいっすね。まああとそうだ、友人さんだってさ、イコロ動物病院の12年目、ね、12周年記念っていうだけじゃなくて、まあ、新しいこう挑戦いろいろ考えてらっしゃるっていうことだし、いや楽しみだな。いや、いい感じじゃないですか。で、その、ね、普通ね、なんていうの、たかだか、こう、10人かそこらのね、小さな、小さな何かリソースがあるわけじゃない。原子があるわけじゃないっていうさ、その、特別な力を持ってるわけじゃない。10人しかいない。しかも、マンパワーがあるわけでもないよ。特別なインフルエンサーがいるわけでもないよ。そんなところにさ、いくつもプロジェクト勝手に立ち上げたところで、なんかね、できんのかと言うとですね、まあ、なんて言うんでしょうね。そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないです。いや、全然その、ささやかなもんですよ。与えられるものって何もないっちゃ何もないですけど、ただ、たださ、味方がいるっていうことだけはさ、言っときたいじゃない。お互い。で、これは、なんていうか、まあ、局面によってはなんですけど、本当にさ、ね、フィジカルな応援とか、フィジカルな、なんかもう、ね、リソース、これ必要みたいなこととかさ、まあそういうことの力になるにはもうね、限りなく小さいコミュニティなんで、そこまでね、影響力ないですけど。まあでも本当に最後こう、なんていうの、いろいろ頑張って、ある局面においてはさ、味方いるいないぐらいなことがさ、ちょっと背中押したりとかするじゃない？なんていうか、それぐらいの時に、ようやくね、ちょっとあってよかったなっていうぐらいのことでしょうけどね。いや、でも、いや、なんか、嬉しいっすね。佐藤家の、謎、あれはプロジェクトなのか、まあ、あれは本当にガチの研究だから、なおくんのやつはさ、コーチング哲学のガチのもう研究に取り組みますだから、まあ、でもあれもプロジェクトと俺は呼びたいですけどね。なんかその、いろんなこう一人一人がやってることとかさ、掘り下げたいなとか。まあ、愛さんがさ、良い職を求めて全国旅するみたいなのさ、プロジェクトって言っちゃえばいいじゃないですか、みたいな。その、とかね。まあ、川さんのやつも、ね、なんだろうな。これ一本筋、これ看板掲げてますみたいなことではないけど、でもやっぱりみんなそれぞれね、一個一個あるわけじゃん。それはなんか、やっぱり偉いもんでこうやって
そこそこ、こう、毎日毎日はさ、一回一回はさ、こう、ふんわりしたまんまの話しかしてないし、そんなにこう、目に見えて大きな一歩が、みたいなことは、そうそう起こらないけど、いや、なんか、僕の中ではね、わずかなメンバーが集まってるだけで、なんかわずかな、影響力がちょっとずつお互いにあるっていうだけのことなのかもしれないけど、すごい、充実した 充実した研究所になってきてんじゃないかというね。いや、なんかほんとワクワクしますね。はい。ということで、皆様、中村周平、走りは公認インストラクター、マークタンでございます。頼まれてもいないのに、めちゃくちゃ押していきましょう。で、頼まれたらもっと押しましょう。はい。佐藤ひろみさんおはようございます。川明さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。そしておめでとうございます。寺石ゆかさんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくんおはようございます。あかねさんはね、僕もそうですけど、PTA のね、役員、就任おめでとうございます。ついに踏み切りましたね。でも踏み切ったからにはさ、楽しんでいきたいじゃない、結局ね。でも、あかねさんなんかそういうのが、やっぱり、出てるなぁと思いますよ、なんかね。投稿してる感じもさ、いや、でもやったるわ、と。フルタイムワーマーまで、シングルマザーでもできますよと。まあ、私自身が、できるかできないかって、もちろんそういう視点ももちろんあるでしょうし、やるからには、ね、今期に対してちゃんと、まあ、やるべき貢献があるから、それはね、できたらいいなと思うっていうのももちろんあるんだけど、もっと俺、茜さんが言っててすごいなと思うのはさ、できるよ、シングルマザーでも、フルタイムワーママでも、できるよ、と思わせてあげるっていうのがさ、使命になってるわけじゃない。なんていうかね、そんなこう、背負ったか、あの話じゃないかもしれないけど、で、誰かに言われたような話でもないし、頼まれた話っていうかさ、その使命を頼まれるみたいな話じゃないんでしょうけど、でも、そこできるっていう線引きがもしね、あかねさんがこう、なんていうか、しかもさ、すごい頑張ってしんどい状態でできても、みんながやりたいとは思わないよね。だから、できるよ、楽しくやれるよ、という生き様を見せるってことですよね。なんかそれは本当に凛々しいっていうか、かっこいいっていうかさ、痺れるよね。本当に。いや、頑張りましょう。俺は別に、俺の PTA 会長はさ、まあ、そりゃそうでしょうよっていう感じでしか、なんていうか、そもそもね、なんだろうな。まあ、僕の場合はさ、それこそ本当恵まれてるよ。だから、それできるでしょうよと。やったところでっていう。まあ、やれるでしょうっていう話かもしれないけどね。あかねさんがやるっていう意味はさ、やっぱり全然違うよね。で、しかも、あかねさんが楽しんでこう笑って過ごしながらその役職をね、一年、生き様として示したら、周りは本当どれだけ、ああ、素敵な PTA だな、素敵なコミュニティだなって、その小学校そのものに対しても、本当見る目をこう、まあ、もともとね、地元に愛される学校だと思いますけど、本当にその、あかねさんの、志っていうか、いやでもそんな振りかぶった話でもないじゃない。でもいいよね。なんか自分のできるかできないかみたいな、そこだけに心のベクトル向いたっておかしくないところですよ。だって、まあまあのことだからね。役職員やるとかっていうのはさ、PTA のね。でも、で、まあ自分には自分の事情が、あるし、当然ね、できるできない不安に思うとか、どこまでね、貢献できるのかとか、それは自分の心の方にベクトルが向くみたいな、当然のことだし、それで普通だと思うんですけど。
それプラスやっぱりなんかね、その外に向けて、自分の内側だけじゃなくて自分の外側に向けて、できるよと。見てなと。楽しんでる私を見なさいと。そういう話じゃない。素晴らしい。いや、美しいな。頑張っていきましょう。スムーズ感森田さん、おはようございます。ということで、今日も皆様、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。